2020年1月に開所予定の新施設は、明治時代に猪野尋常小学校として開校し、昭和時代に砦第一中学校となり、2012年に閉校するまでの間、文教の地として地域の方に愛され続けてきた土地に建設します。南側グラウンドを除いた約1万5000平方メートルの土地のうち、既存体育館とプールを残し、北東部に老朽化が進む吉田保育所と船山保育所、東部地域子育て支援センターを統合した猪野七色保育所、猪野七色地域子育て支援センターを建設します。既存の狭い歩道は拡張し、より安全な歩道に変わります。保育所は子どもたちがのびのび過ごせる平屋建てとし、ユニバーサルデザインを取り入れた全ての人に優しい施設計画。調理室前には食育を目的とした食育ギャラリーを設けます。送迎用駐車スペースには大きな庇を設けて、雨に濡れない送迎が可能。地域子育て支援センターは保育所の広い園庭を利用、既存体育館は避難所として利用し、遊歩道や地域交流広場にはかまどベンチや災害用マンホールトイレなどを設置。地域交流広場は日々の憩い、交流のほか、イベントにも利用。自由に散策を楽しめる遊歩道や健康遊具などを設置し、健康な体づくりに寄与。このほか、旧砦第一中学校に設置されていた記念碑などを移設し、メモリアルゾーンとして整備します。そして太陽光発電設備や非常用発電機を導入するとともに、雨水流出を抑制する貯水槽を設置します。65年の歴史に幕を下ろした旧砦第一中学校の跡地を有効活用し、地域に愛され末永く親しまれる施設を目指します。